だからまあやっぱあまり実感ないんですよね、賞味。賞味実感ない。いやだから二次フェスはちょっと楽しみなんすよ。なんでかっていうと、お前らが生きていると実感できるから実感ないんすよそんなん。やっぱコメント欄でしか見ないからさそう、お前らはイマジナリーじゃないと実感できる。楽しみでございます。はい、イマジナリーかもよ、もしかしたら来ないかも生存確認もしかしたら誰もいないかもしれないゲームルとかでステージから見たら誰もいないかもしれないツイッターもコメント欄もイマジナリーかもしれない空っぽかも、もしかしたら当日まで信じらんね。いやー全員ボットだぞ超高性能 AI ってこと、怖すぎるマジで。あー AI 説あるな、ホラーだな、そういうホラーあるかもしんない。そこで気づくんだなきっと、ステージから出たら誰もいなくってって気づいて周りを見たら何もなくて、で次の瞬間にはカプセルかなんかの中に入ってる、目を開けたら知らない天井だったあれって俺は気づいたって、え怖すぎる、世にも奇妙な物語あいやー怖え、普通にありそうで怖えわ。この世はできすぎているバーチャルってそういうことだったのか、気づいちゃったんだね、怖すぎる、そのコメント怖すぎる。2年間寝続けてんのか俺そうかじゃあタモさんの代わりにグエルさん出てくるもう一回二度寝するわしたら二度寝するわっていうかさ、最近映画を見に行ったんだけどさ、なんか映画にさ出てくるさ、あれウサギとさ、ウサギとなんだっけ、ウサギとリスかなんかのさ、さウサギとリスがなんかショートコントみたいなのしてるのわかる映画のさ